おはよう。どんだけ寝つきいいんだよ。全く話せなかったじゃねえかよ。ごめんごめん、たっぷり寝たから今夜は大丈夫、ちゃんと付き合うよ。本当だろうな。とりあえず朝食にしませんか。せやな、菓子パンしかないけどな。いえ、惣菜パンも持ってきてるわよ。焼きそばパンだ、もらい。ピザっぽいパンもある、確保。ふん、こっちはウインナーが入ってるけど、私が食べていいのね。うちはこのお好み焼きみたいなのもらうわ。明らかなカツサンドをいただくとするわ。よく残ってたわね。じゃあ私はこのコロッケがサンドしてあるバーガーをいただくわ。では私はサバの煮付けをいただきます。完全に惣菜じゃねえかよ。パンですらねえのによく売ってたな。賞味期限大丈夫か。私は残ったサンドイッチをいただくけどよ。ごちそうさまっと。さて何しようか。またリレーポエムしようぜ。今度こそ私らが勝つぜ。同じことを繰り返すのに意味はあるのか。ま、いいじゃんいいじゃん。チームユッキーとチームユリッペ、 A メロ B メロサビ頭サビ後ろの順番決めて。昨日と同じでいいよ。私、相川、国見、朝倉の順だ。ユリ、私をサビ後ろにしてくれよ。絶対うまく締めてやるからよ。やる気満々ね。じゃあこっちは私、東条さん、かなでちゃん、ひさこさんの順で。わかったわ。じゃあお題は恋で、一人の持ち時間5分で次に回して。スタート。恋なんもんだわ。はい、5分経過。次 B メロ。なんやねん泉、暗いこと書きよって。ええ感じや。サビに向けてとにかくギアを上げていくわ。はい、5分経過。次サビ頭。めぐみさんからのバトン、大事にすれば。やったりました。キュートにする。はい、5分経過。次サビ後ろ。すごく大事ね。答えあり。このフレーズ、これが最後に来たら何があっても勝ちだな。はい、時間終了。ではまずチームユリッペから私に用紙を渡してくれ。即興でメロディーをつけるよ。はい、どうぞ。また曲名をつけさせてもらうな。
へえ、こう来たか。じゃあ、聞いてくれ。あなたの残りが。恥ずかしいけど、私からね。鏡に映った自分、いつから臆病になったことだけが、先を急いで心が追いつかない。 B メロは任せて。ここからはガソリンを運ぶタンクローリー、玉砕覚悟で突っ込め、大量のダイナマイト。私のサビね。お城の堀で会うね。口をパクパク、いつでもパクパク褒め。締めは任せろ。に着いたままの残りが、タバコのフレーバーなんてさ、今も I remember to love。 あんた二人、組んでサビへ向けて疾走感をつけてみたのだけど、キュートにかけていたと思うのだけど。あんたがキュートに書いたのは恋。でもまあ、私のサビ後ろで一気に世界観に引き込めたな。いやいや、間二人がひどすぎて温度差しか感じなかったから。ルカ、よかったよな。おう、引かせちゃってるじゃない。じゃあ次にチームユッキー、私に用紙を渡してくれ。ほらよ。ふむふむ、なるほど。じゃあ聞いてくれ。来い。出だしは無難にしといたぜ。気づけば考えてしまう。次はうちへ。黙に揺られて考える、マカロン片手に考える。答えがあるなら教えてよ。ねえ、三重子出身西の金。次は不調は私め。でも歩ける、ただポリコには捕まらない。最後は任せて。楽しそうに話すけど、その話前にも聞いた。初めて聞くふりしてやるけど、次はもうないと思え。その時がこの恋と貴様真の終わり。いい勝負だったな。けどうちらの勝ちだ。なぜだ。いやいや、ユッキーは喜ぶ側じゃん。全然嬉しくねえよ。私の A メロが何も報われてねえんだよ。目つぶって書いてんのかってほどによ。いや、うちはちゃんと受けて書いとるやん。西野かな。私もです。何度も警察の世話になんだ。それと最後、またカレンちゃん。カンカンとしていいのにな。とにかく、また互角だったってことじゃない。